左テスシナ35オートマートはプリズムファインダーが設置され、右テスシナ35はウエストレベルファインダーである。後ろには革ケース。右から1フィルム送り、2シャッター速度、3フラッシュシンクロ、4M バルブ X オート、5フィルム巻き戻し、6巻き戻しロック。フィルムの専用カートリッジと保存用の缶。鉄スは スイスの写真機の銘柄である。専用のパトローネに詰めた 35mm フィルムを使用する。画面サイズ 14X21mm 版という小版型と筐体の極小さから超小型写真機に位置付けられる極小の2カオンレフカメラである。オーストリア人科学技師のルドルフ・スタイネック博士がティチーノ・シュールガーノで特許を得て、 ゾロトゥルン・シューグレン編のジークリストが製造した。1957年に発売以来、スタイネック博士がルガーノに経営した企業で、ロレックスの部品も作っていた関連企業コンカバが製造し、1996年まで販売された。35mm フィルムを使用し 14X21mm 版。現行当時は、アドックスがマガジン入りのフィルムを販売していた。 鉄子な用フィルムの生産が終了以降、この写真機を使用する場合には、中古や流通在庫の専用カートリッジを入手し135フィルムを充填する等の手法が試みられている。本体は約 695627mm の大きさわずか約 166g の重さで 16mm フィルムを使用する超小型写真機よりも小さい。 鉄子の25メートル MF2.8 レンズを2機備える。シャッターはロータリー式で、シャッター速度は B12 から1500秒。時空受けにルビーを使用するなど、時計製造技術が活かされている。ありがとうございます。